わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今回はですね、岩の要塞のおすすめ編成、おすすめキャラ立ち回りを説明していきたいなと思います。はい、ということで岩の要塞こちらですね。まあ左とさでね、サイドにまあ草がブッシュがねポッてなって中にねあって、まあこれね中に四角いね感じで囲まれてるっていうマップでございます。なんですけども、まあここねやっぱ縦に長いんで遠距離がかなり強いんですけども、まあブッシュがあり、まあ、近距離でも近づきやすいとなっておるんで、結構まあバランスのいい何ですかね、マップかなっていう感じがしますね。はい、ということで早速おすすめキャラなんですけども、まずシェリー、ニタ、コルト、ブルモ、ジェシー、ブロック、あとはボウ、エルプリモで、ポコ、リコ、ダリル、ペニー、エリザベスも前ですかね。あとはパム、あとフランケン、モーティスも前押しと、まあここも結局使えますけども、まあ下の方のね、今ちょっと言わなかったですけど、タラ、スパイク、クロウ、レオンも使えます。はい、でおすすめの編成なんですけども、まあ初心者の方のおすすめ編成という形で、まずジェシーですね。ミッドがジェシーです。ミッドジェシーがおすすめ、初心者おすすめです。とりあえずジェシーの立ち回りいきましょう。ポチッ、はいはいはいと、まあまあここ真ん中から入っていって、ミッドですね初心者おすすめの編成、ミッドはジェシーです。でとりあえず打ったら引くことを意識した方がいいですね、ここのミッドをやる人は。で敵が一人でもいなくなったら、まあ、ガンガンいっちゃいます。ジェシーの強いとこは中に何人か入ってきた時に入り口ですね、ここに当たると、まあ、連鎖して何人かに当たるんですよね。なんでそれが強いです。で次です、ここちょっと今壊されたんですけど、この角に、まあ、基本は垂れておくことが重要だと思います。はい、で投擲とか、まあ、パムですね、パムとかいたら、まあ、あと出しづらかったらここの位置ですねに置くのもよしです。さあ、ボット動きめちゃめちゃいいな。でちょっとやばいなと思ったらしっかり引きましょう。このね、箱の中からしっかり出ることが大事ですね。で時にはやっぱサイドの方までフォローしてあげることが大事ですまあここの位置も結構大事ですね。よしミッドはまあそんな感じですね。こうやってちょっと攻められたなと思ったら、サイドから上がって、サイドから中攻撃して、必殺技を貯めたりとか。まあここ結構入り口がまあ4つあるんで、上下、左右に4つあるんで、まあどこからでも入れるっていうのがまあこのマップの特徴かなと思います。なんでミッドはミッドなんですけど、真ん中から行くのが全てじゃなくて、まあサイドからね、上がったりとかしてやるのがミッドはいいと思います。はい。これはジェシーですね。さあ次パムです。パム初心者には上級者中級者向けの、まあ、パムを持ってたらパムがいいですね。次パムです。ミッドさあ行きましょう。パムなんですけど、まあ、最初はジェシーと同じなんですけど、ちょっとね大きくて体がねちょっと大きいんですよね。大きいんでなんかジェシーの球がまあ当たりやすいという感じるかもしれないですけど、とりあえず射程を生かして、まあ、打って引いてみたいな感じでこうやってやっていきましょう。で、追い出せたら、まあ、中に入っていく。で、あとは中からね、こうやって出していくんですけど、ですね、この回復ステーションなんですけど、おぉ、すごいな、これ。回復ステーション、ここっすね。まあ、タレットと一緒です、基本タレットと一緒で、こうやって置くんですけど、手前のね、ここに置くときは、ここじゃなくて外側に置く方がいいですね。ここに置くといいですね。詰められてる時は回復ステーションはこの外側に置きましょう。これすごい大事です。なんでかっていうと、まあ中の方に置くと回復はできるんですけど、まあ、すぐ壊されちゃうっていう。タレットは中に置かなきゃやっぱ機能しないですけど、回復ステーションっていうのはまあなんていうのかな、広がるじゃないですか、回復のサークルが。あれが、まあ結局効果いいんで、外側ですね。攻められてるときはここら辺に置いて、ここからこうやって打つ感じで、いい感じですね。こうやって。で、中入れたら中入ってもいいですけど、結局ここに入ることで回復できるんで、いい感じですね。
はい、ミッドパムの、まあ、回復選手の置く場所と、まあ、動きは基本ジェシーと一緒ですね。はい、それではじゃあサイド行きましょう。サイドなんですけど、初心者っていうか、普通にあの初心者、上級者とか中級者どっちにも、まあ、おすすめなのが2タですね。2タなんですけど、まあ、基本右サイド左サイドどちらでも大丈夫です。で、自分より射程が短い方に行ったらいいかなって感じですね。例えばブルとかシェリーとか、まあ、近距離に強いやつは、まあ、基本2タで行ってやっていくのがベストです。で、中にこうやって入られたら打って引いてをこの外からやってあげましょう。で、時には上から回る、時には上から回って、まあここのステージはサイドはそうですね、いろんなとこから圧をかけるってことはすごい大事ですね。で、クマを出すときは、まあ、敵にパムとかいたら、パムとかジェシーとかいたら、そのタレットの方向に出してあげるといいですね。で、まあ、いなかったら基本目の前に出したりとか、こうやって後ろから出して、まあ、一緒に追い上げるっていう形がいいと思います。で、そうですね、2ターンは基本そうかな。で、あと入れたら中に入っちゃって、基本ここ中取るのが強いんで、中を、まあ、制圧できたら結構いいですね。なんで、基本外から行って、その後に、まあ、両サイド遠距離がいたら中から行ってもいいと思います。はい。さあさあさあ。あと真ん中にジェシーとかいたら、基本真ん中から行かない方がいいですね。連鎖で当たっちゃうんで。なんでサイドから上がる感じですね。ジェシーの時はミッドが。はい。ニタはまあそんな感じですね。じゃあ次行きますか。次ですね。初心者向けですね。あ、じゃあ上級、初心者か。初心者順番ね。初心者の、まあ、サイドですね。もう一つは、ブロックです。どこ行った？ブロック。サイドブロックですね。まあ、結構ここスパイクも多いんですよね。で、ブロックなんですけど、スパイクに強いんで、まあ、ブロックを使っていくと。あと、クローも結構強いんですよね、ここ。なんで、まあ、ブロックはクローとかにも強いんで、使っていくといいですね。で、とりあえず今みたいに最初ここサイドに一発撃って、で、いるかいないかの確認して、まあ、中に今3人見えたんで、中に撃っていくって形ですね。まあ、ブロックはこんな感じです。で、まあ、相手に合わせてなんですけど、基本ミッドはジェシーとパムとか、まあ時にペニーも多いんですけど、そういう時は、まあペニーとかの迫撃砲とか、ジェシーのタレット、パムの回復ステーションをまとめてウルトで打ってあげるのが大事です。で、結構追い上げてくると、ここら辺とか、まあ、そっちのサイドの方ね、に行くと思うんですよ。そういう時は、まあ、まとめて、ここら辺破壊してあげるのが大事です。で、まあ、もう一つ、ウルトを打つところだと、まあ、この道って、やっぱ途切れさせることで、近距離のね、敵っていうのが詰めにくいと思うんで、まあ敵が入ってきてここ通るのを見たらこっち打ってあげる感じで、でここに開けることで上から入りづらいんですよね。で自分もここに入れるっていう、自分が移動できる範囲を、まあ、広げることができるって感じですね。基本ブッシュがないところの方がブロック強いんですよね。なんで全部破壊してあげることで、もう草とかもアップデートで入らなくなったじゃないですか。なんでブロックめちゃめちゃ強いですね。まあ、そういう感じで使うのがブロックはいいと思います。はいはいはい。おー、あい、来た。はい。ブロックはそんな感じです。はい、次行きましょう。ラストですね。上級者向けのサイド。スパイクでございます。はい。まあ、スパイク上級者向けっていうか、まあ、持ってる人が少ないから上級者向けって言っただけなんですけど、結局持ってたらスパイクはめっちゃ強いですね。はい。ということで、サイドからまず上がっていきます。基本は横からです。これも2タと一緒、ブロックも一緒なんですけど、サイドは決まってて、右左は正直関係ないです。で、今ちょっと索敵しないで、中打っちゃったんですけど、まあ、その理由は、中に3人いるっていうのが把握できたからですね。で、こっからこうやって入り口に向けて打ってあげることで、めちゃめちゃ強いし、壁を破壊せずに、必殺技を打てるっていうのがめっちゃ強いんですよね、スパイクからしたら。そうすることで、苦手ね、ブロックとかの攻撃もね、避けつつ、ウルト
ウルトというか必殺技を打って、まあしのげるんで、しのげるというか攻撃できるんでかなり強いですね。一発がとても強いんですよね。なんでこういうあの直線的に入れれるとことか、あとサイドからのカバーもすごいしやすくて、スパイクはだからすごいブロックよりもおすすめですね。自分はスパイクが多いからブロックをまあ結構その押したんですけどはい、ということでスパイクはまああのそうですね、サイドの中で結構使えるんじゃないかと思います。でですね、こういう時もウルトっていうか必殺技を持ってれば外からね中にこうやって攻撃できるんで、でこのスローに入ってるうちに回り込んでやってあげたりとかするとすごいスパイクはめっちゃ強いと思います。でここまで来るとやっぱ中に入れるんですよね。で結構あの必殺技のウルトも必殺技もすぐ溜まるんで、パンパン打てますね。まあ、そこがスパイクの強さかなと思います。あとはまあトゲですね。トゲを使って結構あのやれるとこ多いんで、まあ、この中とかねトゲを使ってまあ攻撃できるんですよ。それが本当強いですね。はい、ということでスパイクはまあこんな感じですかね。ゲイ。はい、ということで今回は岩の要塞のおすすめキャラ、おすすめ編成と立ち回りっていうのをまあお伝えしたんですが、まあ基本的にミッドは初心者の方ですね。じゃあ初心者の方の編成です。初心者の方の編成はミッド、ジェシー、サイドがニタで、サイドがもう一つのサイドがブロックス。これが初心者おすすめ編成で、次ですね。次はまああの初心者じゃなくてもジェシー強いんですけど、まあ、パムを持ってたら基本パムの方が強いです。パムをミッドに使い、サイドはまあニタで、もう一つのサイドがスパイクですね。これがかなり強いです。はい、この編成がかなり強いんですけど、まああのこのね何マップって結構いろんなキャラとかも使えるんで、リコとかもかなり強いですね。リコとあとコルトもそうですね、強いですね。あと近距離強いんですけど、あの草がなくなっちゃうようになってからちょっとあの隠れづらくなったっていうか、まああのそうですね、難しいですね。なんでタラとかはまあ使えますね。あとクロウも強いですね。なんであのシェリー、ブルとかはまあ割ときついかな最近は。あのエルプリモとかジェシーとパムが多いんで結局ちょっときつくなっちゃったね。であのクロウが多いなと感じたらサイドにパムを使ってみるのもいいと思います。はい、クロウに結構強いんですよね。あとあの射程も長いんで、あの近距離に近づかれないで済むと思います。はい、ということでこんな感じで岩の要塞の解説をしていきましたと。はい、今回この画像を追っていきたいと思います。ですね、まあ、下の概要欄に、Twitter のリンクも貼ってあるんでぜひともフォローしてください。あとミラティブも結構やってるんでね、あのそちらヤピマル IT と調べていただければ出てくると思うのでフォローお願いいたします。そうですね、こんな画像を追っていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それではバイバイ。